番所選手よろしくお願いします。お願いします。まあ、試合までね3週間弱となりましたけど、はい、調整の方いかがですか。いい感じですね。調子めちゃくちゃいいです。なんか噂に聞いたら先駆けの中ではなんかなりクラッシャー振りを発揮して一緒に練習している人がよく怪我をしてるって話聞いたんですけども。そうですね、スパーリングを週1回ぐらいやってるんですけど毎回怪我に出てるかもしれないですね。そんなにハードにやってるんですか。そうですね、スパーリングの日はもうしっかり、まあ、ヘッドギアもして防具はしっかりつけてがっつりやってますね、試合みたいな感じで。この間ライブの会見に出席したセイナ選手も鼻を赤くしたり目の上クマ作ったりしたって噂を聞いたんですけども。それはちょっとあれですね、セイナも次の対戦相手多分女子のパワーじゃないと思うんでちょっと強めに殴ったりしてたら結構あざとか作っちゃいましたね。それはあれですか、やっぱり同期というかジムメイトとしての愛で強く殴ったって感じなんですね。あ、そうです、愛の無知ですね、完全に。はい、わかりました。で、最近のマンドコロ選手といったらやっぱり大親友の風田選手の引退というのはちょっと避けて通れないと思うんですけども、はい、どうですか基本的には。今そうですね、聞いた時は正直びっくりして、まあ、ちょっと止めるというか結構こう話し合いみたいな感じはしたんですけど、まあ、でもしっかり聞いたらその別にネガティブな引退じゃないというか、まあ、しっかりこう自分の中でなんか決めたことやったんで、今は別に、まあ、ちょっと寂しい気持ちはありますけど、その分僕がこうチャンピオンというかトップにならないとなっていう感じでだいぶ背中を押されてるというか背負うものが増えたなって感じですね。でしたら風音さんの分もっていうのはありますか。そうですね、風音の分、まあ、風音は自分でも成績も残してたんですけど、まあ、引退したんでもう僕が、まあ、またそれを引き継いでやるっていくしかないかなっていうのは思ってます。わかりました。では次に今回のワンデートーナメントのことを聞きたいと思うんですけども、はい、どうですか1日2試合。1日2試合、ワンデートーナメント、あ、前回の時はだ風音に負けちゃってワンデー1回しか試合できてないんですけど、だから1日に何試合かするのはプロでは初になると思うんで今回、まあでも問題はないかな、多分すぐ終わっちゃうんで花岡選手とやるのもすぐ終わらせると思うんで僕が、そんな問題はないかなと思います。今そこまで実力差が開いてるっていう考えですね。そうですね、マジですぐ終わっちゃうんじゃないかなと思ってます。去年一度ね新さんをダメさせられたってことも今もう全く関係ない。そうですね、まあ、もちろんあの膝は警戒はしてますけどもうもらうことないかなっていう感じですね。今全て明かすことはできないと思いますけど、そのすぐ終わっちゃうその攻撃のヒントをちょっとだけでも教えていただけますか。いや、なんですかね、でもマジで何でも倒せます。多分蹴りでも倒せますしパンチでも倒せるんで何でもいけるんじゃないかなと思ってます。わかりました。もう一方のブロックからどっちが勝ち上がってくるというふうに予想しますか。どっちなんですかね、全然わかんなくて、まあでも長谷川選手も勢いあって終わらすなら早い段階で終わらしちゃうかなと思うんで僕的には3ラウンドやってほしいですけど、まあでも早く終わる場合は長谷川選手が勝つんじゃないかなと思ってますね。だサウスポー対策も入れてやってます今両方とも。わかりました、代表から以上です。はい、ありがとうございます。熊久保さん、ご質問ありますでしょうか。はい、お願いします。今日の公開練習なんですけども、はい、いつものネタがなかったんですけど、これはネタ切れということで答えてよろしいでし
いや今回はちょっとライズに怒ってたんでやめとこうかなと思って普通の見通しにしました。はい、一応その怒ってる理由がありますか。え、怒ってる理由ですか。はい、理由はこのトーナメント自体ですね。まあ今切り替えてるんであれですあんまり怒ってないんですけど、ネタ切れです。どっちやねん。ネタ切れです。トーナメントにそんな不服があるというのはどういうことですか。トーナメントは僕まあ一応今ランキング的に言ったら1位なんで、なんていうんですか、僕でトーナメントのリザーブもやってて、会見でも軽くは言ったと思うんですけど、リザーブやってて、でリザーブとりあえず置いといてトーナメントで、そのひろゆき選手とかはライズ1回ぐらいしか出てないと思うんで、まあそこと同じなんていうんですか、スタートラインにまた立たないとダメなんかなっていうのでちょっと不満はありましたけど、もうまあそれも会見で言った通り決めたんで、あとはなんていうんですかね、全員倒すだけかなと思って、まあ花岡選手もうるさいんでパッと倒して黙らせようかなと思ってます。じゃあ試合にはライズの怒りもございますけどですね。そうですね、はい。はい、その花岡選手に関してなんですけども、はい、それ先ほどその膝をもらわなければという話がありましたけども、はい、そのあの膝をもらわなければもうあの試合では自分がもう勝てるという確信があるんですか。はい、あ1ラウンド目にダウン2位かな、どっちかにもらったんですけど、それも効いたダウンじゃなかったんで、まあそういうところも自分の中ではこう見直していけたりしてるし、でまあこれから倒しに行こうかなっていうところでちょうど膝ももらっちゃったんで、まあ焦りとかもあったと思うんで、自分の中のあっこはまあ負けで認めてるんですけど、まあもう一回やったら全く負ける要素がないなっていう感じですね。そのやっぱ金目選手との2度目の試合になってから、はい、結構マンドコ選手覚醒したなって感じがあったんですけども、はい、なんかこう自分の中でね、その最近違うな、変わったなって思ってたんですか。もしくはそれをこうチェンジすればきっかけっていうの。まあ風間の時は一回やってたこともあったんで、その見栄えというか戦ってる時にこう周りからどう見えてるかみたいなのは結構意識しながらやってましたね。自分の中でこうもらってなくてもこう印象悪かったらポイント取られたりするしっていうのとか、まあそういうなんていうんですかね、結構見た目とかも考えながらやってましたね。で去年あの高台選手とやって、まあ、勝ちはしたんですけど骨折して、でちょっとの間試合できなかった部分があったんで、そこで自分の苦手な部分克服したり、まあ、左の強化やったりで、この間もほとんど左で倒して勝ったんで、まあ、それはあるかなと思いますね。まあ、相手は怪物これ年が起きたんですけど、相手は怪物ということですけど、はい、はい、マドゴル選手のライズの話これもついでんな、これしかも結構それになりますもんね、うん、ライズの確実に VTR で使われます。怪物ですよね。じゃあライズの勇者とかでいいんじゃないですかね。え、なんか言いましたっけ、僕今ライズの勇者でお願いします。怪物、なんかこの間妖怪やったからあんま良くなかったかもしれないですね。敵みたいじゃないですか。勇者ですか。勇者とか英雄、どういうようなイメージですか。英雄で何が大きく出ましたね。どういうようなこうイメージですか。どういうような、全然イメージはしてなかったです。とりあえず花岡選手顔ムカつくんでボコボコにしようかなと思ってます。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。他ご質問よろしいでしょうか。
大丈夫ですかね。はい、じゃあ、はい、最後すいません、ファンの皆様にメッセージお願いします。はい、佐賀局の真所仁です。まあ、次はワンデートーナメントなんですけど、挑戦者決定トーナメントっていうのもあると思うんで、まあ、僕しか勝てる人、大崎選手に勝てる人いてないと思うんで、まあ、それもこの試合で全部わかるんじゃないかなと思うんで、皆さん期待して見ていてください。お願いします。